パリ五輪第5日サッカー男子スペイン 1-2 エジプト2024年7月30日ボジョワール競技場。パリ五輪サッカー男子は30日、1次リーグ第3戦が各地で行われ、決勝トーナメント進出を決めた C 組のスペインがエジプトに 1-2 と敗戦。同組2位通過となり、8月2日の決勝トーナメント初戦では日本のいる D 組2位と激突することになった。一方、勝ったエジプトは2勝1分けで1位通過決定。決勝トーナメント初戦は D 組1位との対戦が決まった。スペインは第2戦から先発メンバー10人を変更。すでに決勝トーナメント進出が決まっているとあって大幅なターンオーバーを決断し、予備登録メンバーからも FW カメージョ、ラージョバジェカーノ、DF モスケラ、バレンシア、グキートゥルベ、A マドリード、の3人をスタメン起用。主将の FW アベル・ルイス、ジローナ、MF バエナ、ビジャレアル、DF クバルシ、バルセロナ、などはベンチメンバーからも外れた。試合は前半40分に先制を許すと、後半17分にはミスから失点。ディフェンスラインからの不用意なバックパスをエジプト代表 FW アデルに拾われ、あっさりゴールを奪われるなど精彩を欠いた。後半アディショナルタイムには FW オモロディオン、A マドリードが1点を返すも、1-2と敗戦。決勝トーナメント初戦では D 組1位と対戦することが決まった。また、同じく1次リーグ突破を決めている日本は同日のイスラエル戦、日本時間30日28時キックオフ予定を控えているが、勝ち点6の得失点差プラス6と2位パラグアイを大きくリードしているため同組首位通過が濃厚。仮に日本が 0-5 と大敗しても、パラグアイがマリに4点差以上で勝利しなければ2位に転落しないという圧倒的有利な状況にある。そのため決勝トーナメント初戦でいきなり優勝候補スペインと対戦しなければならない可能性が高くなった。